第7競走雲仙岳賞 HA21800m の準重賞です向こう上面での枠入りです人気を分け合っているのは2番コンカラーと3番パイロキネシスト前走の軍配はパイロキネシストに上がりました両馬の差首でした今日はどうか枠入り8番ゲートにマスターコード第7競走 係員が離れましたスタートを切りましたなかなか揃った飛び出しでは互角の状態から今日は2番コンカラーの方が出るようですまずコンカラーそして4番ガーディアン内3番パイロキネシスト外6番キャプテンオリオン先団は4頭ですその後は4馬身の間があって、7番オーケンブラック5番ウノピアットブリオ8番マスターコードが7番手です 先端の4頭と後ろの3頭と分かれましたスタンド前に広がって入りますここで3番パイローキネシストの方が出ました2番コンカラーは2番手に控えました6番キャプテンオリオンが外にいます後ろが4馬身差。やや間ができて離れて4番ガーディアン近づく7番オーケンブラック5番ウロピアット・ブリョウが6番手8番マスター・コードが外で7番手1コーナーから2コーナーへ 3番パイロキネシスト、現在は体半分くらいのリード、2番コンカラーが現在は外にいます、6番キャプテンオリオンがついていって、向こう側へと入りました、パイロキネシスト、コンカラー、そしてキャプテンオリオン、後ろはもう6馬審査、完全に離れて、4番ガーディアンが離れた4番手、後方3頭は7番オーケンブラック、5番ウノピアット・ブリオと8番マスター・コード。 後ろさんと横に並びはしましたが先頭から10馬身の差があります4コーナーのカーブ前の2頭が完全に後ろを離しました3番パイロキネシスと2番コンカラーです6番キャプテンオリオンもそこから4馬身差離れた。 3番手ですが、さあ4コーナーのカーブ、ここで6番のキャプテン・オリオンが一気に抜け出した、2番、コンカラ3番、パイロクテイシスとなかなか思うような競馬ができないようです、残り150メートル、8番、マスターコードが2番手から、マスターコードが2番手から先頭に踊り出て、あと80メートル、8番、マスターコード、上住健志、お尻を上げて1着、余裕のゴール、6番、キャプテン・オリオンと、4番、ガーディアンの2着争いです、5番、ウノピアット・オブリオはその後ろでした。 8番マスターコードが勝ちました今日は初めて魚住健信に手綱を託したマスターコードこれで佐賀の戦績はマスターコード4戦1勝通算5勝目をここで挙げました魚住健信は今日ここまで3戦2勝魚住健信今日2つ目の勝ちくらです 第7競争1着8番マスターコーコド上澄健進最後は完全に腰を上げて余裕の仕草を見せました3番審査6番キャプテンオリオン首差4番ガーディアン直後に5番のウノピアット・ブリョで4着7番オーケン・ブラックが5着の入選でした 佐賀競競馬第ただいまの競争の4コーナーにおいて、2番、コンカラーの機種が控えたことについて、審議をいたします。繰り返し、佐賀競馬第7競争についてお知らせいたします。ただいまの競争の4コーナーにおいて、2番、コンカラーの機種が控えたことについて、審議をいたします。 お持ちの勝ち馬投票権は確定までお捨てにならないようお願いいたします佐賀競馬第7競争は審議をいたしましたが到達順位の通り確定いたしますなおこの件は4コーナーにおいて3番パイロ キネシストが噛みつき2番の機種が控えたものでしたが着順を変更する事象とは認めませんでしたしたがいまして失格場またはこ着場はありません繰り返し佐賀競馬第7競争についてお知らせいたします佐賀競馬第7競争は審議をいたしましたが到達順位の通り確定いたします なおこの件は4コーナーにおいて3番パイロキネシストが噛みつき2番コンカラーの機種が控えたものでしたが着順を変更する事象とは認めませんでしたしたがいまして失格馬または膠着馬はありません